界中の強者どもが一堂に会する格闘技の祭典、ザ・キング・オブ・ファイターズ。アメリカから、中国から、そして日本から、続々と屈強の選手たちが名乗りを上げる。彼らは3人1組のチームとなって究極の戦いに挑む。3つの力を1つにし、未知なる敵を粉砕せよ。そして大会の背後に潜む謎の黒幕 R とは。運命の歯車は今動き出した。 The King of Fighters 94、 ここに開幕。の看板男テリー・ボガード、今回も必殺の喧嘩殺法が炸裂する。北方の達人アンディ・ボガード、小柄な体に無限の力を秘め激戦を戦い抜く。タイのムエタイチャンプにしてただの祭り好き、ジョー東。この宿命の3人こそ大会優勝筆頭株のガローチームである。往年の名作アテナ、サイコソルジャーから出演のハサミアテナ、サイコパワーでお仕置きだ。同じくサイコソルジャーから出演、元気印のシーケンスーだ。アテナ、ケンスーの師匠であるシン・ゲンサイ、ジジイに子供2人でチームを結成。果たしてどうなることやら。全日本格闘大会で優勝を収め、炎を操る武術を駆使する熱い男、草薙京。目立つことが生きがいという一風変わった格闘家、二階堂紅丸。寡黙な柔道家、大門五郎。この3人が日本代表だ。その戦闘力は未知数。あまりの強さゆえボクシングのリングを去った男、ヘビー D。 そのパンチは空気をも裂く。元バスケ選手であり現全米空手チャンプでもあるラッキー・グローバー。アメリカンフットボーラー、ブライアン・バトラー。非常にパワフル。このスポーツマン3人がアメリカ代表だ。テコンドーマスターにして正義の男、キム・カッファン。今回も正義大全開で戦う。脱獄犯だがキムにとっ捕まり、共に大会に強制参加させられたチャン・コウハン。精肉屋の主人にして切り裂き魔、チョイ・ボンゲ。この3人が韓国代表だ。ブラジルに本部を置く傭兵部隊の総帥ハイデルン。部下にラルクとクラークを持つ。怒り、怒号双剣などで数々の修羅場をくぐり抜けてきた屈強の戦士ラルフ。ラルフの同僚クラーク、こいつもまた歴戦の勇士。国際警察の特命を受け、怒りチームが大会の黒幕へと挑む。一時は戦いから身を引いたが再び復活を遂げたキング。華麗なムエタイで鋭く舞う。極限流一家坂崎家の長女ユリ坂崎。黒市格闘家の知らぬい舞。ユリとキングをチームメイトに加え世界の頂点を目指す。貧困にあえぐ極限流空手家両坂崎。今回も乱舞で敵をタコ殴りだ。イタリアの富豪の息子にして極限流空手家のロバート・ガルシア。ユリの父親であり極限流空手の創始者でもある白馬坂崎。なぜかメキシコ代表テキーラ
テリーは大パンチを空振りするとパワーウェーブを打つ性質がある。これを利用してジャンプで攻撃を仕掛けよう。内足払いをガードさせた後も同様だ。大パンチのモーションが遅いからはこのパターンがいい。ロバートは飛燕龍神脚を出し続けるだけでいける。この技は実に便利。燃えたろ。アンディは強敵だが、ラッキーなら小榴弾や空破弾を誘うことができる。小デスバウンドは硬直が極めて少なく、対戦でも重宝するぞ。だが基本は待って、残影剣や空破弾をガードしてから反撃するのが安全だ。出るのが早い大技でダメージを与えよう。これはショーバーンナックルを使った特殊なパターン。アテナは一度転ばせたら起き上がりにサイコリフレクターを重ねるだけで勝てるのだ。寮の基本パターン、足払い貢献からのビルトアッパー。多くのキャラに対して有効な戦法だ。東に対する攻略は全キャラ一緒。待っているとそのうちスラッシュキックを必ず出してくる。これをガードした後に反撃するのだ。爆裂拳を出した時はフィニッシュブローに来たところをタイミングよく返してやろう。ライアンバースケンスファイト超級ライアンウリアウリアウリア。剣数は大攻撃をガードさせるとジャンプキックや龍連打を出してくるのでガードして投げよう。これを繰り返していってもいいのだが、起き上がりにタイミングよくジャンプ攻撃を出しておくと龍学祭を誘うことができる。一度投げた後はこの方法を使おう。アテナに対しては慎重な対処が必要。待っているとよくジャンプしてくるのでそこが狙い目だ。対空技のあるキャラは迎撃し、ないキャラはガード投げを行う。フェニックスアローが来た時はきっちりガードしてお釣りを返してやろう。時折ダッシュ投げをしてくることがあるので、小技での牽制をこまめにやっておくといいだろう。
関しては実に有効な攻略法がある。小技を空振りすると強端撃を出す性質があるので、先読みして飛び込もう。チャンのように連続技のないキャラは C プラス D の吹っ飛ばし攻撃を使おう。なんとしたことじゃ。非常に強いという印象を受ける強打が、大パンチを空振りすることで大足払いを誘うことができる。この大足払いの後には必ず闇払いを出してくるため、余裕を持って飛び込める。ただ単に闇払いを出してくることも多いが、焦らず大パンチを出し続ければ必ずチャンスはやってくる。ショーキックで飛んでくる時も稀にある。この時間合いが近ければガード投げが決まる。アンディならばベニマルに対してジャンプ大キックだけでいける。ジャンプが高いため空中で蹴り勝つことができるのだ。これはキムニのみ許されたゴリ押しパターン。ベニマルならずとも多くのキャラに有効な方法。やや間合いを空けて小技を連打するとそのうち飛んでくるので、対空技で落とすかガード投げをする。これが全キャラ共通の戦法だ。体力が少なくなるとダッシュしてくることが多くなる。安定の強い技を持っていれば、近くで連打しているだけでもいい。ベニマルの大足払いの出しかけにヒットするぞ。時間はかかるが、確実に行きたいならこれだ。これはちょっと特殊だ。ヘビー D ならではのソウルフラワーを使ったパターン。対五郎戦で最も手堅いのが、走り行ってバックジャンプ攻撃を繰り返すというもの。大パンチや超受け身を出そうとしたところにヒット。キングはダブルストライクだけでいける。これは地雷神を誘うパターン。大足払いをガードさせたらすぐにジャンプしよう。デスバウンドでも同じようにできる。ラッキービジョンやサイクロンブレイクの隙をうまくついていくのが手堅い。
じっと我慢していればいつか必ず来る。テリーならばこんな方法もある。昭和縛いでバックジャンプさせてから行おう。ラッキーの超有効パターン、デスバウンドで攻撃避けを誘う。ほとんどのキャラに対して使える。ブライアンには昭和縛いの連打が確実だ。飛ばれたら対空技で落とすか手堅くガードしよう。ただし昭和縛いが長く、そして速いキャラでしか使えない。間合いが離れると確実に飛んでくるので、こんな方法も取れる。ジャンプ攻撃の強いキャラならば、対五郎戦のようにバックジャンプ攻撃でもいける。ヘビー D のアルゴリズムはブライアンとほとんど変わらない。一つ違うのはジャンプ攻撃が弱い点で、飛ばれても無視して昭和縛いを連打していればいいのだ。間合いが離れると飛んでくるところも一緒。昭和縛いの弱いキャラはこのパターンにしよう。余つさえこのパターンまでも可能である。待つのが確実。ジャンプ攻撃や飛翔脚をしてきたところを迎撃する。イリ対空技がないキャラは飛翔脚をガードしてから攻撃するか、上り攻撃で返していこう。半月山や鳳凰脚が来る時もある。ヘビー D はソウルフラワーがまたもや活躍。確実に飛翔脚を誘える。チャンは素早い攻撃に弱い。例えばこの飛翔脚、はまらず避けたら即投げに行け。これはここまでにいくつかあったタイプのパターン。攻撃避けの直後はガードしないことを利用している。飛翔脚と同じ理屈の残影剣投げだ。飛翔脚
一定距離まで近づいたら小足払い。地道ではあるが確実。チャン相手に待ち続けると投げられてしまうが、チンでしゃがんでいるとなぜか投げが成立しない。そこでこういうことができるのだ。チョイに対しては小技の連打が有効だ。飛翔空裂弾が来たら避けて投げ、飛ばれたら落とす。唯一注意するのは大キックで、足払いの上を越えて攻撃されてしまう。これも理屈は同じ。誘い技がベノムストライクに変わっただけだ。空中投げのあるキャラはこういうことも可能。これはチャン戦と同じ飛翔脚投げだ。攻撃避けの後に入れる技は投げじゃなくてももちろん構わない。クラークを使えばこんな気持ちのいい勝ち方ができる。ハイデルンは初めのうちはジャンプしてくるので、確実に迎撃してダメージを与えておく。ある程度ダメージを与えたら、今度はしゃがみショーパンチでクロスカッターを誘う。これはアンディだけの特殊パターン。クロスカッターをガードしてすぐに大空破弾を出すとヒットするぞ。量ならば空中貢献だけでも結構いける。チャンにも使える方法だ。窮地に追い込まれたら思い切ってゴリ押ししてみるのも一つの手ではある。ラルフには対五郎戦と同様のパターンが使える。五郎よりもよく食らってくれるので、端へ行かずにジャンプ C プラス D を繰り返してもいい。無理やり飛ばせるパターン。ラルフは着地後足払いを出そうとするので、そこに蹴りが当たる。小足払いでも飛ばせることができる。強力な対空技を持つ両ならではだ。クラーク戦の基本は小足払い連打。ジャンプしてきても構わず連打していればいい。足払いの弱いキャラ、座高の高いキャラは間合いを離して小技を連打することでジャンプを誘える。
この辺はヘビー D ブライアンに似ている。ユリは小技の連打で雷王拳を出してくれるので、連続技のいい練習台になる。近い位置だと後拳が来てしまうので注意しよう。ブライアンの大足払いパターン、食らえばよし。ガードされても直後後拳が来る。マイは大キックをガードさせることで必殺技打ちは花鳥戦。少なくなってくると必殺忍び待ちが来やすいので、それぞれに合わせた対応をしよう。大パンチの空振りで花鳥戦を誘って踏むパターン。アテナ、チンならば投げで超必殺技分のダメージを与えることができる。やったー。アテナ、オン。ダイバース、チン。ファイ。対キング戦では迂闊に手を出さず、相手の出方を見て反撃していこう。下手に攻めようとするとトルネードキックの手痛い一撃を受ける羽目になる。近くでしゃがんで待つと小キックでよく飛んでくるので、ガードして投げることもできる。これは一見捨て身の方法に思えるが、食らっているのはスルーアタック、つまり体力は減らないのだ。マイではこんな戦法も取れる。足元を狙えば猛襲客も怖くない。ロバートは小技の連打で飛燕龍神脚を出す。そこでこの性質を利用して反撃するのだ。攻撃先を使って投げるパターン。反応が速くないと逆に投げられてしまうため、難度はやや高めだ。量はCPU の中では屈指の強さを誇る。使用するキャラの性能をうまく引き出して戦いに臨め。キン
ングではこういったパターンもある。なんですね、ショーパンチの長いハイデルならではの戦法だ。全キャラ共通の楽勝な方法がこれだ。左右に投げを繰り返すだけでいい。投げの後、タクマの頭が内側を向いているならばジャンプ攻撃が決まる。タイミングに注意。チョイでは回転飛燕斬が有効に使える。シンならばこんな強引な戦法が取れる。一発入れば死亡確定だ。ガール・バーンシュタイン、ザ・キング・オブ・ファイターズ94の開催者。自分が倒した格闘家をブロンズ像と化してコレクションするのが趣味というダークなやつ。ギース・ハワードの必殺技であった別風拳、ボルフガング・クラウザーの超必殺技であるカイザー・ウェイブをいとも簡単に使いこなす。そして死の刃ジェノサイドカッターをもってして挑戦者の行く手を阻む。二段変身を遂げたルガールはまさに狂気の戦闘マシーンと化す。この男を前にして果たして何人の戦士が生き残れるであろうか。Genocide! Genocide! Genocide!
第1段階は上り攻撃をすかし、もしくはガードさせてからの着地投げが決まる。端に追い詰めたらルガールの起き上がりに合わせて攻撃避けをして再び投げるのだ。投げが大パンチになってしまったら構わず上り攻撃でいこう。こまめにパワーダメをしてマックス状態にすればより早く倒すことができる。まさか。昭和しばらいで飛ばせてそこをうまく避けて投げパターンに持ち込む方法もある。この時端でやらないとルガールが後退してしまうので注意しよう。第一段階のルガールは投げ技を使わない。消極的ではあるがガードを固めて逃げ切ることも可能だ。体力は若干削られてしまうぞ。吹っ飛ばし攻撃の長いキャラはこれを出すだけで勝手に当たってくれる。以上の戦法で第一段階は楽々と突破だ。本性を表した第二段階では極力こちらからは手を出さないようにして歩いてくるのを待ち、そして近づいてきたところを投げる。この時に押すボタンはかなり早めを意識しよう。でないと逆に投げられてしまう。間合いを離してパワーダメをするとそれに反応してルガールもパワーダメを開始することがある。こうなると完全に溜まるまでは何もしないので急いで前ダッシュで近寄って攻撃せよ。こちらのパワーが溜まってしまったら突進系、乱舞系以外の超必殺技ならば急いで使ってしまおう。この方法はルガールにも使える。パワーウェーブのタイミングが遅いと跳ね返されてしまうので注意すべし。このコンビネーションは数少ない攻撃のチャンスなのでしっかり覚えよう。ジェノサイドカッターの前にこちらが技を出すとキャンセルしてしまう点に気をつけること。ジェノサイド、ジェノサイド。マイならこんなに簡単なパターンがある。着地したらすぐに忍び鉢を出そう。ジェノサイド。ブラジルの2人はなんと投げはめが可能。吸い込むように投げてしまう。しゃがむとルガールはダッシュ投げに来るのでそこに昭和しばらいを叩き込む。近寄られた時の有効な手段の一つだ。これらのパターンを駆使してルガール戦をものにせよ。
の連続技コーナーだ。使えるものや笑えるもの、果ては恐怖のあまりに失禁必死といった地獄の連続攻撃まで、ありとあらゆるものを取り揃えました。これを覚えて君もゲーセンのヒーローになれ、もしくはお家のネオジオで友達をヒーヒー言わしてやろう。パワーウィーダー、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 一緒Yeah!
ハイドル vs ベニマファイト。対戦こそ格闘ゲームの花。人と競ってこそ己は磨かれるのだ。というわけでまずはチーム対戦を見ていただきたい。3つの心が1つになれば群がる強敵何のその。チームごとに戦略を練って3対3の激しいバトルを勝ち抜こう。なぜこま雷神拳、雷神拳、片手こま、ハイドルフォー、ハイドルバルス、ダイハイ、ホームフリンガー、ホッ、ブラウンスパイ、
Can't fight!
Okay, Gary, one,
Spike!
Fight! Whoa! Fury! Go! Fight! Oh, stop that! ブラジルが誇る人間最終兵器ハイデル、その首都をもってあらゆるものを一撃のもとに送り去る。ハイデルの42歳、明日も真っ二つだ。ここからはザ・キング・オブ・ファイターズ94シングルマッチ対戦編だ。頼れるものは斧が実力のみ。これを勝ち抜いてこそ真のファイターに成長できるのだ。最強の椅子の座は常に一つ。では白熱のシングルマッチ対戦をお楽しみあれ。
大貢献！レッドスター！